はいどうも、トロピーショナです。今回は切るだけ、掘り込むだけでめちゃくちゃ簡単にできるトウモロコシの炊き込みご飯や。今スーパーでもね、生のトウモロコシがたくさん出てると思うんですけども、切って炊飯器にぶち込むだけでめちゃくちゃ簡単で、甘くてね、香り良くて美味しいのです。それでは行ってみましょう。まずレッツクッキー。はい、材料こちらです。トウモロコシ、今日はご飯1合、バター、めんつゆ、塩、以上です。うまうまだよ。わ、まずお米を洗っときます。よっしゃーっと、じゃじゃん、ババーン。お水を1合の分、1合分なもんかね。トウモロコシを切っていきます。皮を剥いて、このヒゲ大体でいいからね。食べることはないからね、全然手で軽くもうやっちゃおう。 OK、 それでは切っていきます。まず半分にした方がね、切りやすいので半分にします。立てて芯に沿って切り落とすだけ。こんな感じでね、ガリガリガリ、結構スーッと入るから。ガリガリ、結構気持ちよいね、これ。強いね気持ちいいね、これ。ぐる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 って感じ。なんかしょ、何やばい、今日めちゃくちゃやね。ほら、綺麗に取れた。めんつゆすり切り1杯ぐらいです。お塩小さじ2分の1ぐらい入れます。バター、一回味見しておきますか。混ぜて、うん、OK、 ちょっと薄めでいいんで、薄っと思うぐらいで大丈夫です。最悪あの炊けてから、もし足りんなと思ったら塩かけて混ぜても OK なんで、ちょっと薄めでここは味は合わせておいてください。そしてコーン、めちゃくちゃいい香りするからな、これ開けた瞬間。これで普通に炊くだけ。いきます、スタート。完成、一貫。はい、完成、いただきます。めちゃくちゃ譲る、俺ほんまこいつは。甘い、めっちゃうまい。で、今回のレシピでね、ちょっと薄めに作ってあるんですよ。もしちょっと薄いなって思う人は、最後炊き上がったら味見して塩を足してください。で、混ぜたら好みの味になると思います。何倍でもいける。ご飯のもちもち感とコーンのプリッと感、うまいわ。綺麗な、この黄色、ほんま。これはマジでこの缶詰とかでは出されへん。うまい、出せ、うまい。はい、ごちそうさまでした。今日もお腹いっぱいいただきました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたね。ほんなー、みえ。